どうもどうぞプラビットの達也とある人の達也です。普段はメジャーデビューもしているバンドマンですが、今回はこの男性は何年も同じレストランに通っています。食事もインテリアもいまいちですが、それでも通い続けているのです。男性はある特定のウェイトレスと毎回言葉を交わすようになり、二人の間には特別な絆が生まれます。ウェイトレスは男性のことなら何でも知っているように感じました。ある日その男性が女性の肩を叩いて、話があるんだというまではについてやっていきたいと思います。いや、アレクサまだ喋ってるけど。ということなんです。この画像を見てもらいたいんですが、この二人に関するお話です。これはまあ店員とお客さんっていう関係ですよね。で、もう大して飯もうまくないし、インテリアも良くないファミレスになぜ通い続けたか、そして何の話をするのかということで、続きをお話ししていきたいと思います。しれっとファミレスディスられすぎでしょ。まあ大したことないんですよね。まずこの女性の店員さんですね、エヴァというんですが、35歳の方です。この年配男性のことなら他の従業員が知らないようなことまで知っていました。男性はただ一つのことを除いてエヴァに自分の過去のことを全て語っていたからです。フランク84歳、このおじいちゃんですね、もともと軍人でした。ベトナム戦争に参加し、現地では悲惨な物事を目にしてしまいました。国に戻ったフランクは自分の体験を誰かに聞いてほしくて仕方ありませんでした。ただ当時それは簡単なことではなく、全てを心の中にしまい込むほかありませんでした。でもエヴァに出会うと、彼女にならほとんど何でも話せると思いました。ある一つのことを除いては。話は遡ります。20歳の若者だったフランクは、あるダンスパーティーで自分の身に起こるだろうことなど知る由もありませんでした。シャイなフランクはいつも本の後ろに顔を隠しているような若者でした。でもその夜、友人たちは地元のダンスホールで開かれたパーティーにフランクを引きずり出すことに成功しました。フランクは渋々スーツに着替え、友人たちを車でダンスホールに連れて行きました。落ち着かないフランクは部屋の隅に隠れようとしました。その時、あることのためにフランクの人生が一変します。フランクはある娘に目を留めました。こんな綺麗な女の子は今まで見たことがありません。その女性もフランクに気づきました。二人は磁石のようにお互いに引きつけられました。その力に抵抗できるはずがありません。二人は一晩中共に踊り明かしました。パーティーが終わると娘はフランクを自分のアパートに誘いました。翌朝目覚めたフランクは自分の目が信じられませんでした。この美しい女性が自分を選ぶなんて。ところがある出来事のために若い恋人同士の人生がひっくり返ってしまいます。で、その素晴らしい夜の後、フランクが満面の笑みとともに家に帰ると、ドアマットの上に一通の手紙が置かれていました。これが収集命令でした。ベトナム戦争に行くように、軍人になるようにという収集を受けたのです。打ちひしがれ、悲しみに沈みながら、若いカップルは互いに別れを告げました。二人は手紙を書き合うと、戦争が終わったらすぐに結婚することを約束しました。不幸なことですが、戦争は人々におかしな作用を及ぼします。人を変えてしまいます。フランクはやっとの思いで戦争を生き延びました。何ヶ月にもわたってベトナムでの戦争生活を経て、ようやく帰国が許された時、彼はもうかつての無邪気で優しい若者ではありませんでした。人が見てはならないものを目にし、それは深刻なトラウマとして残りました。戦争に参加した時代に貯金したわずかなお金がお酒となって消えていきました。戦争前の恋人を訪ねる考えも一瞬浮かびましたが、すぐその選択肢を打ち消しました。フランクはその後の人生を孤独のうちに過ごしました。あの日、あの人に出会うまでは。そのままあの時の恋人に会う選択もせずにずっと過ごすわけです。なぜなら自分が変わってしまって、会ってもあの時の素直な恋人同士でいられないから、結婚しようって約束したけど、やっぱやめよう、俺はもう一人で生きていくって決めるわけです。で、81歳になります。もう一気にやりすぎで、家を失って路上生活を始めても、フランクは何とも思いませんでした。フランクの新しい生活はアルコールに費やすための小銭を道行く人に乞うことで過ぎていきました。ある日、街角で物乞いをしていると、近所のレストランで働くウェイトレスがやってきました。彼女はフランクに毛布と食べ物を持ってきました。そして女性の目を見たフランクの人生が永遠に変わります。
その目に見覚えがあるという考えがひらめきましたが、どこで見たかは思い出せませんでした。女性の大きな茶色い目がフランクをじっと見つめました。どうぞと女性は言って、フランクを毛布でくるみました。風邪をひいてしまうわ。そして温かい微笑みを残してレストランに戻っていきました。この優しい心遣いに強く心を打たれたフランクは、自分の生活を立て直そうと決心しました。すぐに行動を起こし、残っていたわずかなお金で床屋に行きました。仕事を見つけ、なんとか小さなアパートを借りることができました。そしてあのレストランに戻りました。床屋が素晴らしい仕事をしてくれたおかげで、はじめあのウェイトレスの彼女はフランクが誰だか分かりませんでした。でもフランクが自己紹介をすると、その顔に再びあの温かい笑顔が戻りました。そしておかえりなさいと陽気に言いました。あの目を見たのはどこだったのだろう。フランクは疑心暗鬼でウェイトレスに名前を尋ねました。するとこう答えます。エヴァ・オルテガです。あなたのお名前は？それを聞いたフランクはショックで思わず口を覆いました。長いこと女性を見つめていたばかりではなく、その後も立ち動く姿をずっと目で追ってしまいました。まさか彼女は、いや、そんなはずない。ずっと昔一緒に踊り一夜を共にしたあの娘にそっくりのこの女性がフランクの娘であることに違いはありません。要するに、フルネーム聞いてってことか。そう、名前を聞いて分かった。あの時一晩を共にして、まあ要するにエッチしたわけですよね。で、家に帰ってみると、まあ自分は軍人、戦争に行かなきゃならない手紙が来ていたと。で、それを機に自分はもうその人に会うのをやめよう、恋人だけどもう会えないと思ったんですが、実は妊娠していて子供が生まれていて、その子がこのウェイトレスだったと。え、その1回のエッチでってこと？1回のエッチ、まあ、その確率に驚くところだ。フランクがその街角のレストランに毎日のように通い、エヴァと話すようになって何年かが経ちました。自分の過去のこと、エヴァの生活のこと、心に浮かぶことを何でも話しました。お互いのことをよく知るようになった二人の間に強い絆ができました。そして真実を明らかにする時がやってきました。フランクが娘に大きな秘密を告げるのです。エヴァが食器を下げようとした時、フランクはその肩を叩きました。もう少し座っておいで、話さなきゃいけないことがある。その後の流れはあっという間でした。とうとう父親に会えた嬉しさに、エヴァはすぐにフランクの腕の中に飛び込みました。エヴァ自身もかなり前から自分たちの特別なつながりを感じていたので、それを確かめるのを待っていたと。でも一番の驚きがその後に控えていました。父親の知らせを聞いたエヴァはそれをすぐに母親に伝えたからです。フランクの元恋人であるエヴァの母親は驚きのあまり受信機を取り落とすところでした。すぐそっちに行くわと慌てて口ごもりながら言いました。長い年月を経て再び出会った元恋人同士には、何事もなかったかのようにかつての気持ちが湧き上がってきました。二人は失われた全ての時を埋め、もう何者にもその間を邪魔はさせないと心に決めました。愛のパワーは時を超え、距離も困難も全て変えてしまうということで、まだ実はあの時の恋人を生きていて、別に結婚することもなく、で娘も産んで過ごしていて、娘があの時ホームレスだった男性に声をかけて助けたことによって、そのかつての恋人同士も戻れたっていう話なんですよ。タイタニック系だよ、なんか。いや、そうだね。うん、でしかもみんな死んでない、生きてるってことですから。そう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 、結論で言うと、じゃあワンチャンでも仲出ししといた方がいいってこと。いやいやいや、お前クズ、悪いとこだけだったな、お前。ゴミクズやね。違う、それは愛を感じたから、ワンチャンでね、そこまで結婚しようってなったから、そうなったってことよ。何を学んでんのこの話の後でようそこだけ取れたのということで、今回の動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。
私を愛せなかった二人重ね合った感情中身つっては溢れてもう数え切れなくなって締め涙こぼれて